かな。お、この店構えはまさに町中華。中華公園、今日はここでやろう。おー、麺類からご飯もの、定食、一品料理、いろいろあるな。まさに町中華だ。餃子は外せないとして、メインは何にしようか。お、あるじゃないか。つまみとしても締めとしてもいける五目焼きそば、これでいこう。すいません、はい、餃子と五目焼きそばと、あとビーフ。それにしても年季の入った雰囲気だな。歴史を感じる。それだけ常連さんに愛されているってことだろう。お、待ってました。お、お通しまでつくんだ。良心的な店だな。よし、試合開始だ。これこれ、明るいうちから飲んビール、たまらんな。あ、今日は酢醤油と酢コショウの2種類のタレでいってみよう。胡椒はたっぷりめで。これこれ、肉汁がたっぷりで、餃子はやっぱりこうでなきゃ。餃子とビール、ベストマッチング。さあ次は酢コショウで。実にいい。2種類のタレ、まさに一品で二度おいしいだ。おお、これはうまそうだ。まずは具をつまみに一杯。次は麺に絡めて。五目焼きそばは麺までつまみになるんだよな。最後は酢を一回しして二回し、もう一回しかな。さっぱりしてこれがまたうまい。これまた一品で二度おいしいだ。おー、うまかった。満腹だ。公園、町中華の王道行ってる店だ。次は単品をつまみにやりに来よう。ごちそうさまでした。おいしかったです。